はようございます。なんかすごい暑いですよ。なんかもう夏の朝って感じになっちゃってますけど、おはようございます。皆様のところはどうでしょうかね。すごい暑い、クーラーやりたいと思ったけどまあいいやみたいなくらい暑いですよ。これでもこれからまた日中ね、暑くなりそうな感じで梅雨はどっか行っちゃいましたね。昨日も出かけてましたけどすっごい暑かったですね。ね、という感じの、今日は6月の25日土曜日です。おはようございます。皆様お元気ですかね。真夏くらいですよね。なんか今年の夏暑くなるそうですよって昨日言われたけどどうでしょうかね。毎年ね言われますけどね。おはようございます。なんか特に何もない朝ですが、なんか昨日のここの即興をなんかが良かったっていう方が結構後からなんかメッセージいただいた方がいたり、あとなんか何人かあれだったんですよ。なんかもう忘れちゃったけど、まあ残ってまいますけど、何だったんでしょうかね。ちょっと投げやりだったんです。投げやりっていうか、もうどうぞどうぞみたいな感じだった。どうぞって感じだったんですね。まあね、そんなところですけど、そうですね、なんか、昨日、宮川美智子さんのリブログして、これでもうやっとこのリブログ祭り終わって、そしてなんかこれからお詫び祭り。お詫び祭りちょっと待ってたんですけど、待ってたっていうか、そのある程度ちゃんとこう細かくお詫びしてはまたなんか変わりましたっていうのもちょっとあれなんで、ちゃんとこうなりましたって決めて、まあね、多分2週間とかもうちょっとぐらいでオンラインっていう感じだったんで届きませんっていうことで、取れませんでしたっていうお詫びと、それからこういう事情で再録音しますっていうお話と、なんかちょっと待ってる間おまけですっていう音源と、そういう話ですかね。あとちょっと一個確認待ってるのが、その当日その見学したい方はっていうのを言っちゃって、でなんか会場にダメって言われるとまた困るので、一応会場を確認してて、それ待ちですかね。そんな感じですね。一応こうパーって開けてお金取ってっていう仕様じゃないっていうことにって言っちゃったので。お金取りませんので、なんかちょっと関係者っていうか関係者がちょっと多いみたいな感じで人が来てもいいですかっていうのを今聞いてるっていうとこですかね。そんなところで、でまあそうですね、ちょっと一人一人にメールを出すというこの作業がありまして、そうですね、なんか結構意外ともう水から仙台行くのかな、そうするとあとか言っちゃっていいのかなみたいななんですけど、もうでもなんか旅行みたいのってなんかこう違う旅行とかなんかどっか仕事とかでもどっか行く時ってなんかどういうわけかこっちにいるとそっちではまあ家事とかないから余裕ができるんじゃないかと思っちゃうんですよね。それでパソコン持ってけばいろんなことができるんじゃないかと思うんですけど、まあできないですよね。本当に。だから向こうでその間にこれをやろうとか、ここでなんかメールを出しまくろうとか思っても、まずできないなっていつも思って、いろんな、あとこの本とこれを読もうとか言っても、大体できた試しがないから、もっと手ぶらで行けばよかったって、って後で思うんですけどね。そんな感じで、そうですね。であとはなんかなんで余計両手話してるのか分かんないけど、ピアノを遊ぼうあと1回、どうしよう明日やっち
喋るかな、ちょっとわかんないけど、もうでも明日やらないと月火水とか月火がやれないような気がしていまして、まあでもそしたら7月3回ってこともねありますけどね、という感じでいきたいと思います。そしてなんかスリッパがどっか行っちゃってまあいいや裸足でみたいな感じですね。では、お願いします。ありがとうございます。Thank you.
ました。ありがとうございました。なんか今日も投げやりみたいな、でもちょっと新しいというかやり方がなんか どう新しいかっていうと、何点か思いましたね。なんかあと終わった瞬間とかに打開策じゃないけど、まあ、こう変わっていきたいと思った時に、違うやっぱりうちで誰もいない時に適当に遊んでるのと、やっぱり誰かいて聞かせるとなった時にやっぱり責任があるから、やっぱり危険は避けたいのと、ちょっと あまりにもこう暗中模索の方に行かないようにっていうののなんかいろんなこう制約があるけど、それない方がやっぱり遠くに行きやすいっていうか、だから多分聞こえないところである程度こうチューニングっていうか、ここかなみたいにしてからちゃんとした形で出ようとすると出方が決まってきちゃうんだなと思って、だから昨日とか今日とかはもうここで探っちゃってるんですね。最初にこう例えばほらオーケストラが始まる前にみんなで音合わせみたいな時間があるじゃないですか。指揮者が出てきたりする前に皆さんが舞台の前でピアノがあればピアノのラの音を誰か鳴らして、それに合わせてこっちにこれでわーってこうなんていうのかな、カオスのやつがだんだんこうみんな集まってくるのじゃないけど、そういうなんかね適当っていうか、だからつまり最初はなんかそれをなんか聞いてる人も、私の中でいつもそうなんだけど、最初はもうカオスっていうか何でもないやつをこういう風にこうやってるうちに、そこの中から、あれみたいです、なんかこの騙し絵とかあるじゃないですか。あとなんかエッシャーとかああいう人の最初見えてなくて、でなんか最初はなんかいろんな模様があるなとか、ここに花があるなとか、例えばここに壺があるなとか思ってるうちに、あこれこうしたら女の人の顔だったとか、そういうのあるじゃないですか。ああいう感じでこう探ってると、あこういう音がこういうなんか秩序があったみたいになんかなるところをなんか見せるっていう新しいスタイルみたいな、最初始まった瞬間はお客さんもちょっと分かんないみたいなのから、だからこう塊からなんか掘ってく彫刻みたいにする過程が見えちゃうのも、なんか昨日とか今日とか完全にそうですよ。何の音か分かんないところから調整とかも何にも分かんない、何にも分かんないって感じでこうバラバラってなんとなくここに、それこそここの空間にあるものって弾いてると、そこから何かがこう見えてくるみたいな。でそれもまあありだなと思った時に、それの中何がネックになってるかっていうと、開き直りというかすいません感覚ですね。だからなんか微妙なところですけど、なんか私がやってませんっていうのもまあ逃げなんですよね。でも私がやってませんっていうのは逃げなんですけど、でもなんか私はなんかやっぱりまあ通路っていうか通しましたみたいなので、私も、まあ、作ってないから私も観客ですぐらいな感じで、なんかそこになんていうのかな、私がやってると思うとサービスしなきゃってなってくると、それがあだになるっていうか、その私のサービスって人間のサービスがなんか結局同じようななんか盛り上がりをこう作ろうとしてしまうとか、そういう風になると結局はつまんないというかなるのかなとか、まあちょっとね分かんないけど、まあ全部はねそうはいかないでしょうけど、そういう
まあ慣れですかね。でもこんだけやってるからこういうなんか投げやりな方にもなるみたいな、まあ、信頼ですかね。なんかそういう感じもあるなって、ちょっと決めないっていうの、決めだから2つなんか本当にこの6月とかこの夏至からとかこの辺からなんか変わってきたのって、やっぱ1個は名前をつけて整理したいっていうのと、もう1個は、ま、だから真逆ですね。その2つですね。もう1個は完全にこう0から1のところも見せるっていうか、そこから出してないといけないところがあるのかなとか思ったりとか、そんなことをね、ちょっとちらっと今朝覚書って感じで思いましたけど、なんかピアノを遊ぼうやるとすると雨なんですけど、こんなに天気がいいからもうちょっとすっかりやる気ないですよね。だからちょっとな やっぱり7月に3回しようかな。1回入間の回、入間意外と難しくって、難しいっていうか、まあどうやってないんですけど、1分ぐらいではなんか弾けなかったんで、なんかねとかね思ったりしてますけど、そんなところですね。なんかないですかね、特に。そうですね。まあまあ一つ一つやっていくしかないなっていうことですね。でもなんていうの、本当に昨日も思ったけど、やっぱりそのいろんな予定がこうトゥードゥーリストじゃないけどあるけど、やっぱりそれをやるのに最適な時っていうのがやってくるんだなと思って。その結構前からちょっと時間なんかこうちょっとその書類でいっぱい、これは父の関係だけど、いっぱいこう面倒くさいのを打ち込まなきゃいけないっていうのが頼まれてて、でなんかすっごいなんか専門用語とかいっぱいあって、でまあまだ締め切りはっていうか、そのぎまだよあの何でもね、締め切り来ちゃうやつもやるしかないけど、そうじゃなくてこう。やんなきゃならないことっていっぱいあるけど、今日やんなきゃ死ぬっていうことと、まあ死にはしないけど、それからもうちょっと先とか、なんかいろいろあるけど、それでもうなんかとにかく端から片付けていかなきゃいけないけどって言うけど、その、なんか何かこう、今じゃないなみたいなやつって毎日こう、ちらっとそれが目に入るんだけど、そういうのって、不思議と、昨日なんか何だったっけな、まあ1個はだから昨日、すっごい面白かったのが、夕食作っててそれでなんか最初ちょっと、うちの父は今ノンアルビールとかだから、ビール飲んでなんかおかずとかなんかそういういろんなものを食べてて、それでしばらくしてからご飯とお味噌汁みたいになるんだけど、一通りおかずとか出した瞬間になんかめちゃくちゃその書類をもう、まあ、なんていうの、ワープロっていうかパソコン打ち込むっていうだけだけど、でも結構面倒くさい、時間かかるんだけど、なんかやり始めるのは今だみたいに思って、突然それに対してやる気満々になって。それで出すの、だからおかずとご飯の間のまあ十何分ぐらいの時にも、後でやろうって、後でやればいいじゃん。その間本当はちょっと食器洗ったりとか、使ったやつとか食器っていうかお鍋とか洗ったりなんかしてりゃいいのに、今だと思って、それでなんかとてもなんかそれがやりたい感じになって、それでそれやり始まったら、結局だからいつも思うけど、もう最初の1秒なんですよね、重いのって。それでだからもう1行ぐらい書いちゃえば、
やってる方が楽しいっていうか、あの終わんない方が気持ち悪いっていうか、それでそのご飯までの間に3分の1ぐらいやれちゃって、それからなんかそうするともうやらない方が気持ち悪いから、それで途中でこうご飯出したりなんかあの 洗ったりとかなんかでしながら、なんか昨日終わったんですね、それね。あのだからカウントしてない時間じゃないですか、もうその夜とかだし、だけどそのために時間を取ろうっていう時間はどう考えてもないのと、そんな優先順位があの高くないけどやんなきゃっていうやつとか、あだからやっぱりその、待っとくっていうか、待っとくっていうのもあるんだ、これを多分もっと前にやったらなんかトラブルんだと思うんですよね、何か他のことがどうとかこうとか、その流れに合ってないととか、そんなこと思ったので、それが起こるからなんとか入るんですよね、このありえない、あの普通に考えたらこの時間この何日とかこの中でこれこの要点は入んないでしょっていうやつも、まあ最後踏み倒すぐらいの覚悟でかまあやってると、どっかがすっごいこうあのショートカットできるのがあったりなるから、やっぱり時間で合ってないような、だからいいとこにはまると時空がこう歪むっていうかワープできるみたいになるんだなと思ったりしたので、あのその見積もりが違ってる可能性があるから、見積もりを長くしすぎて気が重くなってるって時もあるし、わかんないんですよね、それはね。そんな感じですね。そしてクロス先生が何かコメントをくださって、ルーテルで録音するとして商品の演奏の終わりに、なんだろう、ルーテルでは録音するんですけど、あの余韻が欲しいな。あー3秒から5秒くらい、ああこれもね、あれですね、終わった後ですよね、弾き終わった後に私が、あれです、なんていうのかな、すいませんモードに入るので、すいま、早く、一刻も早く謝りたいという、なんかそれで、なんかその余韻が待てないんですね、そこがすごい安っぽいなって、めっちゃわかる。あのそうですね、そうだから、あの納得いければできるんですよ、その3秒がね。だからなんかそうですね、そうそうそう、すごいめっちゃわかりますけど、それはもうなんか本当はあのあれですね、演奏からですね。だからまあでもそうじゃなくても、あの自分的にいまいちでも別に完璧っていうのはこの世にないから、それにすごいいい気持ちになって聴いてる人もいるわけだから、断ち切るのってね、あれですよね、あの全然話がちょっとずれるけど、そのあのまあそうこう私みたいなこう一般のじゃなくて、あのもっとそのなんかこうなんていうのかな、レベルの違うその高尚なピアニストとかのコンサートとかでも、あの今だいぶ減ったけど、なんか妙なね、なんかね、一番に拍手するのに命を懸けてる人っていうのがいて、結構昔とか、そうあのなんか多分終わったか分かりにくい曲って結構あって、あと難楽章形式とかなってて3曲1組とか、そういうので熟知してる人は、あ今終わったってすごいあのスマニアとかは分かるけど、あと逆にまだ終わってないのに、感動のあまり拍手途中でしちゃうみたいな人もいたりとかあるけど、そのすごいあのその熟知してる人が自分がもう終わったことをなんかなんていうのか、その一番拍手にかけてる人って昔よくいて、それをなんか怒ってましたね、みんなね、そのお客さんたち、結局余韻、その終わった後にみんなでそれこそアーメンみたいに、あのアーメンの曲じゃなくても、そあのなんか日本のその
除夜の鐘の後の余韻じゃないけど、やっぱり外国とかだって水を打ったように終わった後にみんながもう息を飲んでっていうか、感動しすぎて会場全体が水を打ったように静まり返ってみんな動けないみたいになって、それこそもう本当真の瞑想みたいに何千人がなって、そしてそのなんか緊張感がほどけるとお客さん全員がそれを感じていて、そこからなんかものすっごいセンスがいい、こうなんていうの、選択の余地なくこれでしょっていうような感じのタイミングと、だんだんこうなんかそのとかあれば、そのタイミングでいきなりなんか大きな拍手とかもあるし、そこまで音楽っていうなんか会場全体でっていうやつってね、外国の人にうまいな、まあダメなやつもあるけど、ほら歌舞伎とかのやっぱり、まあ観客とのなんかこうやり取りとかも、やっぱりお客さんもそのパフォーマンスのうちっていうか、その掛け合いみたいなのとかみたいなのありますけど、私の場合自分でなんか断ち切ってるような気もしますけど、鍵盤から手が離れる前だから、なんかね、やっぱりそれもうまくいった時はお客さんが拍手しちゃっていたくならないように動かないとか、やっぱりなんかありますよね、その終わってない感とかね、だからやっぱ鍵盤から手を離さないっていうのも、終わった瞬間に鳴らしちゃった、固まって、だからまあそこからまあ瞑想みたいなっていうかになるとか、終わってないジェスチャー、いかにも終わった風な感じの盛り上がりが一回途中の曲の途中で来る曲とかは、ここで拍手しないでねみたいな感じに、こう終わった感じを出さないみたいのってあったりしますけど、まあね、そうですね、ルーテルで録音するとき、そう思います。そしてそう自然になるようにね弾けたらいいんですけどね。まあね、なんかどうなることか、またこれはこれでちょっとなかなかですよ。なんかすごいなんかいろいろ言っていただけただけに、なかなかですよ、難しい。本当はこのままやんないのが余韻の間に味わっているのかなと思いますね。拍手の演奏も一部かもしれませんね。そうだから、その一番拍手、心ない一番拍手って結局みんながなんでムカつくかっていうと、この人聞いてねえなみたいな、本当に聞いてて感じてたら、そこだから一緒にこう奏でてたらっていうか、その音楽に一緒にそのいたら、そこではしないだろうみたいなやつなんですよね。その魚でするや、そういう人前はいた、今はどうかな、わかんないですけど、あんまり出会わないですけど、でもやっぱりなんかね、早くしたいのかな、なんかわかんないけど、その私とかの世界じゃないですよ全然ね。歌舞伎のね、歌舞伎のあれもなんかだってとても素人は声出せないですよね、あれね、面白いですよね、歌舞伎の呼び声で。やっぱりそれでだからもうその役者さんもそれでやりやすいとかいろいろある、絶対めっちゃありますよね。だって完全にこう演目に声が入ってくるから、だからなんかあれやる人たちも名前忘れちゃったけど、責任持ってなんかその役者さんを盛り立てるって感じで絶対毎日来るんでしょうね。なんかどういう風になってるのか分かんない、同じなんかその人たち同士ちょっと顔見知りとかなのかよく分かんないですけど、なんかいろいろありそうですね、しきたりが。なんか一元さんが入れない世界がありそうですねみたいに思いましたけど、まあそんなところでしょうかね。なので何もまた今日も内容ないですけど、まあ一つ一つ
一つ一つと、あと今この瞬間に一番なんかこうやるといいやつを探せるかなっていうのってあるか、探せるっていうか、まあ探せるっていうか、まあ、ピントっていう感じでしょうけど、そうですね、まあルーティンはルーティンなんですけど、そうですね、だからやっぱりルーティンって大事なんですよね。その、あの軌道に乗せる、あの軌道に乗せる知恵だから、本当にだから言葉がルーティンだし、だから本当にそのコマを立てるみたいな感じですよね。コマをこう回す、回ってからやりましょうみたいな。コマ回しとけば何やっても同じ、まあなんかね、いいスタンバイ OK だと早いと、なんかいろんなことが軽くですよね。だからやっぱりやり始める前に全て決まっちゃうって、まあ当たり前っちゃ当たり前だなとか、今朝もちょっと、あの私開脚好きなんですけど、開脚いきなりですけど、開脚でベタってやるやつがめっちゃ好きなんですけど、あれって実はなんか柔軟性というか、毎日こう柔らかくしましょうじゃないんですよね。でその最初のその開脚のそのやるなんて、こうだからこう開いて、なんでこうなん開いて、こうあの足は開いて倒す時の、倒すってあのもう倒す前に決まってて、その軌道っていうか角度っていうか、いいとこになんかあのだからしばらくやってなくても、あのいいとこになんかこう開脚が、しかも開きゃいいっていうか、柔軟性じゃないと思うんですよ。なんか角度っていうか、そこでこうそこ微調整していい感じの角度に、でもうあのベタっていくかどうかは決まるっていうのを今朝も思ってて、なんかそれで今朝思って、今朝時間がなくて、よし開脚だけやろうって思って、てかやりたかったんですよ。そしたらなんかあのあそうかと思って、やる前あできたなって言って、それでそのやる前に、えだからこう柔軟性であの違う角度でどんなにこう、例えば100日ちょっとずつ曲げましょうとかやっても絶対いかないって思って、あの角度が違えばっていうのは、だから物事もそうだなってすごい思う。良いお話ですかこれ、なんかすいません、なんかいやでもその時私はだからその即興とかも何でもそのどこにやる前にどこにいるかでもうその先は決まるから、やっぱりなんかそこに時間かけるんだなって、あそう、それが今朝の私のなんかあの学びっていうか気がついた。だからその開脚もその柔らかくするためのなんかちょっとずつこうあの痛いところまでちょっと痛いところまでとか、そういうとことか、あとちょっとずつ今日は何ミリとか、そういうことに時間かけるんじゃなくて、その前、時間をかけるべきはその前のあのなんかあり方決めるですね、あり方決めるにどんだけ時間かけても、そこさえ決まればあと1秒なんですよ。本当に私の開脚ってそこ決めて、あとは1秒でベタってなって、あできた終わりなんですよね。でしかもなんか毎日とか全然やってなくて、たまになんですけど、でまあ謎っていうか、でも理にか意味はあの分かったっていうか、謎ではないんですけど、普通なんですけど、でもだからその時に、あその朝の超短い例えば1分の間でも、あのあり方っていうか、型とかなんて言うんだろう、いい軌道を見つけるっていうか、そこに50秒ぐらい使ってとか59秒使って、もうそこで大変じゃないんですよ。それでいいんですよ。それであと1秒でも結果だから、つまりあの弓が的に当たるからどうでもいいっていうやつと一緒だなとか今朝思って、やっぱ開脚深いなとか今朝思ったんですけど、そ
そうなので、だからやっぱり練習できてないとか、あ、それも同じことだなってちょっと今思ったけど、3時間練習したかったのにとか、そんなありえないけども、今は3時間なんて夢の時間ですけど、でも例えばよくてか、そこのカウントっておかしい、また終わんなくな、なんか終わろうって言ったのおかしいって今思うけど、親とかしょうがないけど、何時間練習したのとか、生徒でも何時間なんてどうやっていいんですね、本当は。何時間練習して、で例えば1日6時間練習しましたって言って、偉いっていう会話が大体おかしいんですよね。まあそれも必要、結果的にはそうなっちゃう時もあるけど、どういう6時間だしとかって。で、なんか昔私が分かんなくて、やっぱりそれは天才だからだよなと思ってたんだけど、今はよく分かるっていう話で、ヨーヨー・マってバイオリンじゃないや、チェリストの、天才的なチェリストの、もう今では大御所の大御所ですけど、っていう方が、私が子供の頃は、その彼は、私が子供だったら彼は多分、例えば20代とか若い、なんていうの、スターみたいな時のなんかのインタビューを聞いた時に、お父さんかなんか誰かがこのチェロの手ほどきをしたんだけど、決まりがあって、私他のなんか音楽家でも聞いたことあるけど、似たような決まりがあって、1日15分以上弾いてはいけないって言われてたんだっていうんですよ。それでたった15分と思って、でだからそれって天才だからそんなことになるんだろうなと思って、で私はもう何時間弾いたってできない、逆だな、いいなと思ってたんですけど、やっぱそれ教育法がすごくって、そこでそれによってその15分をいかに使うかとか、例えば子供がゲームめっちゃ上手くなるのってお母さんに禁止されてるから、例えば禁止っていうか、まあ永遠にやっちゃいけないから、例えば1時間だけとか言われるから、多分そこの時間をどんだけ有効に使うかとか、子供なりに例えばそのやってない時間に段取り考えるとか、なんか攻略法をちょっとがひらめくとか、多分ね、あとその時間ものすごい一点集中するとか、だからその1時間ゲームだったら、そこに入る前にその子は多分めっちゃこう仙骨立ってて、こう駒回転した状態でゲームに入るから、そういうのはものすごい上手くなってて、知識もすごい増えてとか、その反射神経とかなるんだと思うんだけど、そのチェロ15分しか弾いちゃダメっていうのも、多分そういう狙いっていうか、だからそうするとその15分をどんだけ有効にっていうかって、まあそこが楽しみっていうか。で、そのために他の時間も生きるみたいになってくるんじゃないですかね。それで、そこでギュッて集中して、練習させることで、とんでもなく質の高い時間を毎日過ごして、でもちろんいい指導がそこで入るから。さあ、すごいなって、天才の育て方みたいなやつかなって、今思えば、逆にそのヨーヨーマが1時間、まあもちろん天才だからそうやったってなるでしょうけど、でも一日中いつでも弾いていいですよって言って、なんかそので練習したら偉い、ご褒美あげるみたいなスタンスで育ったら、ちょっと違った結果になっただろうなってちょっと思ったり。だからやっぱりその準備っていうか、その弾かない時間にの過ごし方で決まるって、やっぱり、だからつまりそれはもうなんか希望でしかなく、その皆さん全ての人にっていうのが、時間がないっていうのは恩恵かもしれないっていう。だって時間がないって、なんていうのかな、悪いことって思ってるし、比較してないから、時間がある時と比較してないから、あったらやっぱりないものが欲しいからあったらなって思うけど、でも確かに私ちらっとその疑惑は思ってて、
私が今何もなんかやらなきゃいけないことがなくて、24時間ご自由にって言ったら、逆になんか今やれてることが一個もできなくなる可能性もあるなって、そのなんかこう凝縮がなくなっちゃうととか思ったりもするので、だからこれでいいのだかもしれないんですよね。本当になんか神のなんていうの、計らいでこう一点集中に持っていかれるようにこう周りを配置して、こういろんなちょっとこう時間、練習する時間が少ないっていう状況をあえて作ってもらってるかもしれないとまで思えたら、もうなんか本当にこれでいいのだになりますよね、なんかね。でもなんかそこまで思い込まなくても、やっぱりだからそのさな練習の話に戻ると、練習する時間がないと嘆くよりは、嘆くとしてもその短い中でも手当たり次第練習するんじゃなくって、まあ、効率よくっていうか、その引く前に決まっちゃう、引く前に決まっちゃうんですよね本当に。でもそこがだん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 分かってきたから、その割合が増えてきたから、前の100分の1ぐらいの練習でなんかやってるって感じはあります。それが全然全然ですけどね。でも私ない比較の話で、人と比較したらめっちゃ低級ですけどね。そしてクロス先生が、練習も味わって楽しむのが良いのかもしれませんね。時間が限られると楽しみたくなるような、あ、そうそうそう、気がします。貴重な感じがするんですかね。もしかすると何でもそうなのだろうかって思っ、そうなんですよ、そう思ってきたんですよね、ちょっとね。時間がなんか何なんだろう。でもなんか本当はそうなんですよ。だってなんか人生とかって限られまくってるから、永遠じゃないですもんね。だから本当は全部楽しめるんですよね多分ね、とかね、そんなこと思ったりしましたね。なんかそうですね。だからなんかやっぱり、でもなんかそういえばそんなようなことをエミさんが言ってたかも。その結局なんかあるとこまで来たら、それや何のプロでもそれをやってる時間じゃなくて、やってない時間で差が出るみたいな、やったから。でも普通に考えたらやっぱり確かにそうですよね、そうですよねってすごい話がなんか軽くなっちゃったけど、そんな、だからやりたくてやりたくてしょうがないけど時間がないことって、やってない時間も結構それに向けてってなりますもんね。なんかね、ちょっとずつとか、頭の中でとか、頭の中は自由だし、頭の中っていうか瞬間的にっていうか、なんかわかんないけど、それがなんかなんだったっけ、なんかそのゴールからっていうのもちょっとなんか、ゴールってそのなんとなくイメージとしてなんかね、これやるぞとか、例えばこの日が本番とか、あるいはこれを出すとか、トゥードゥーリストでもいいけど、その項目ってなんか私入れ物みたいな感じがして、こうじゃあこの日にこれとか、なんか決めた瞬間に空の入れ物をこう、架空の空の入れ物が私のとこにできてきて、それやるのは今じゃないんだけど、暮らしてる中でそれのなんかちょっと破片みたいのが出てくると、こう入れていくみたいな、そこにネタじゃないけど、なんかヒントじゃないけど、勝手に、そうそうそう、勝手に器を置いて、でなんかたまにそのだから、まあ入れていくとか、意識を向けるじゃないけど、あれのなんか、あれはこうすればいいんだなみたいなのとかを、別に何もどっかに書くとかでもないけど、そうしとくとなんか勝手に育ってくる時があって、それで勝手に熟してくるとか、
そうすると、あれがなんかとかになったら、それは一番やりやすいみたいな感じ。ちょっとまた変な話になったけど、なのでなんか、だから練習してない時間とか、そのやりたいことやってない時間っていうのは、ちょっとこれ合ってるかわかんないけど、なんか、なんだったっけ、並行してやっちゃいけないとか、なんか一点集中じゃなきゃいけないし、シングルタスクじゃなきゃいけないってよく、いけないっていうか、もう絶対にそっちの方が効率がいいってみんな言いますし、そうなんですけど、やってないやつは消えちゃうわけじゃなくて、並行してあるから、並行してある気が、並行してあっていいんですよね、しょうがないですよね。フォーカスしなければ、フォーカスしないでなんか冷蔵庫に入れとくみたいな、頭冷蔵庫に入れとくと、なんか食べ頃が来たらそれやるみたいな感じかもしれないですけど、なんかちょっと話があれかな、まあいいや。なので、まあね、だからそれやってる時間って、もうなんか、あ、分かった、それやってる時間っていうのはもう最後のまとめるだけみたいな感じなんか気がします、してきた。なんか例えばあの人にメール書かなきゃって言っても、その単純なね返事とかはいいけど、ちょっと込み入ったとか、なんかちゃんと何か言いたいっていう時に、そのために時間を取って考えなきゃって思ってるけども、思うんだけど、でもまあ早急じゃないし、と熟成マッチボックスにこう置いとくわけですよ。そうすると、多分、分かったってか分かんないけど、右脳左脳じゃないとこがやるのかな、なんか分かんないけど、だんだんなんか言葉かな、なんかこうなんとなくできてくるんですよ、やってないけど。それできてきた感じになって、でその全く、何も手をつけてないけど、だからつまりなんかいける気がするっていう、いける気がするっていう気になったら、そこでじゃあそのメール書こうって言ったら、もうその時には一気っていうか、なんていうの、あとはまとめて整理して、ちょっと綺麗に整えるっていうところまでは、その時間じゃないとこで多分やれる気がする、多分そんな感じ。ちょっとまたこうやってみんな適当な話なんですけど、でもなんかそんな感じで、なんかだからアウトプットの時間っていうのはもう、なんかそこではあんまり考えてないような気がするんですけど、ちょっとまあ古代ギリシャ以来、人生の時間の限界性は、ちょっとクロス先生はなんか一般の人にも講義してほしいって感じですね。なんかそういう風なのなさったらいかがですかなんて、ズームとかで。学校、大学行けば習えるっていうかね、なんかこの博識が、こんなところで私だけがなんかあれしててもったいないなっていつも思うんですけど、人生の時間の限界性は、恩恵という考え方があって、納得できなかったのですが、もしかすると限界があることは恩恵なのかもしれないと今一瞬思いました。そう、私も今一瞬思いましたっていうか、本当に一瞬チラッってたまにっていうのが、まあ私が怠け者だからだと思うんですけど、そしてな、まあ、今だったら、私だから今時々思うのは、昔のどうぞって言って私だけの時間の時には全然時間を活用できなかったんですよ。ただまあそれはそれで意味はあったなって、いっぱい本読んだとか、あんな時間はもう二度とないから意味はあったんですけど、でもなんか全く時間をコントロールできなかったんですけど、じゃあ今今度これ次の時代っていうか、私が本当に全部私の時間っていう日が来た時に、本当になんかちゃんとやれんのかなっていうのはすごいあって、このなんかこれしかないみたいなのがなんか恩恵なんじゃないかなって、ちょっとちらっとね思うことはあるんですよね。人間の時間の限界性は恩恵です。すごいそんな気がする。なんかでもだから締め切りですよね。締め切りとか死ぬってことですよね。つまり
死ぬって恩恵です。でも本当に死ななかったら何もしないかもしれないですよね。別に分かんないですけど、うん、みんな死なないようになんか食べたり寝たり病気になったら治したりするけど、死なないんだったらそれもなんか別にどうでもいいしなんか分かんないけど、どうなんですかね。なんかね、よくそういうのありましたよね。星新一とかのなんかね、死なない人の話とかあったけど、まあね、そうだから、まあ、まあそういうことで恩恵だと、忙しいのは恩恵だ、結論そういうことに、これは恩恵だったんだって。だって計り知れないものが、神とかそういうものが、そんな私目先のことばっかり考えてる人間とはもっと大きな視点からどっかに導きたいためにわざわざこういろんなこと配置してこうなってるって思ってありがたいと思う。で、変な思い込ませるんじゃなくて本当にそう思うちょっと思ってきましたね。というのがなんか今朝の開脚の感想から、なんかすごいギリシャまで行った、ありがとうございました。なんか謎の回でしたけど、ちょっと嘘8時過ぎちゃった、なんか終わりますね。ありがとうございました。本当になんかお付き合いいただきまして、この朝のお忙しい時間に。ということで今日は25日だったっけ、やばい、あ、25日、6月の25日土曜日です。今日が素敵な一日でありますように。ありがとうございました。ではまた明日の朝に。失礼します。コメントありがとうございました。皆様ちゃんと読めたかな、なんかね、ありがとうございました。では失礼します。いやいやいや、素晴らしい、なんかすごい困る、なんかありがとうございます。牧島さん、4693、ありがとうございました。サルルさんも素敵な一日をお過ごしください。ではね、失礼します。